統合とか統合とかそういう意味の単語ですけども、が使われるよう使われることで表現されています。つまり何が言いたいかというと、これあのウブンツカノニカルのファウンダーのマーク・シャドルワースさんですけども、我々はユニティだ、お前たちはコンバージョンだ、テイクアウトの意味だ、やりたいそうです。実際に言ったわけじゃないので気をつけてください。で、ウブンツの顔をご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、簡単にウブンツとその周りの単語だけちょっと説明しておきます。プログラムベースの Linux Distribution という扱いです。オペレーティングシステムですね。で、あとはスマートフォンとかタブレットとかマルチタッチなどでモバイルデバイス向けに現在 Ubuntu Touch という OS を開発しています。これは Ubuntu ベースの新しい OS という認識か Ubuntu ベースの新しいユーザーインターフェース、どちらかの認識でいてもらえればいいと思います。で、Ubuntu Touch が公開されるちょっと前に Ubuntu Go Ponds という単語で Ubuntu Touch のことを紹介されることがありましたが、この辺が Ubuntu Touch という単語や Ubuntu Edge、Ubuntu Phone とかいう単語が使われるようになってからはもうほとんど使われるようなことはないです。まあ、上の単語とほぼ同義だと思ってもらって構いません。最後、タブレット。一般的にはそのスマートフォンとタブレットの間のクラスの、デバイスのことをタブレットとか言うんですけども、Ubuntu の場合はスマートフォンとタブレット両方を指す単語として使われているので気をつけてください。で、Ubuntu Touch 自体はユーザーインターフェースと言いましたが、Unity を源流にしてますので、Unity からちょっと歴史を簡単に紹介しようと思います。Unity が Ubuntu の標準デスクトップのインターフェースになったのが2011年の4月です。今から2年前ぐらいですね。で、その後10月、半年後に、14.04 の LTS のリリースまでに Unity を、PC だけじゃなくてスマートフォンとかタブレットとかテレビとかいろんなところで使われるように調整するという発表が行われました。で、そこからさらに、数ヶ月後の CES で、Ubuntu TV 自体が発表されました。これはスペック型のコンピューターを、今でいうラズベリーパイみたいな形のコンピューターをディスプレイ、テレビに挿してそれで Ubuntu が起動するようなイメージで作られています。次の月のモバイルワールドコングレスで Ubuntu for Android というのが発表されました。それは Android フォンを、ライブディスプレイに挿すと Ubuntu が起動するというタイプの、製品です。この辺が発表されていろいろと話題にはなったんですけど、実際に製品が発売されたことはこれまではありません。で、その中で今年の1月、年末から1月にかけて Ubuntu for Phones というのを発表しました。これはもうまさしくスマートフォンに Ubuntu を入れるというタイプの、製品です。これでもともとの目論みだった Unity とかでタブレットやスマートフォン、テレビのサポートを目指すというための道具が揃ったという状態です。で、Ubuntu for Phones についてはもう実際に動かしてもらえるイメージとかも用意できていて、次の月のモバイルワールドコンフレンスで、Ubuntu SDK と Nexus シリーズ向けのイメージを公開するようになりました。で、これで、実際にモバイルワールドコングレスで動かすデモを実施しました。その時はもうほとんどアプリとかも動かなくて、例えば電卓アプリを起動すると電卓の画像が表示されるというような製品でした。まあそんなこんなで、それでもその時は第3の OS とかがブームになってて、イノベーションがどうのこうのと言われた結果、モバイルワールドコングレスと CNN のモバイルワールドコングレスアワードとかいうのを受賞してます。で、今月じゃない、もう8月か、もう8月ですよ。7月に Ubuntu Edge の、クラウドファンディングというのを開始しました。これは後で説明しますけども、 Ubuntu Touch を動かすためのスマートフォンをクラウドファンディングでお金を集めようというプロジェクト。で、第3の OS っていうのがこの年になってから、話題になりました。その中でもここのタイゼン、ファイアフォックス、セールフィッシュ、ウブンツなんかは新第3の OS してんのみたいな扱いでよくフィーチャーされます。新ってついてるのは要するに Windows Phone とかあとブラックベリーとかにちょっと遠慮してっていう形になります。簡単にちょっと説明しますと、タイゼンはしてんのヒット株です。イメージカラー、イメージカラー青とか言ってますけど、今ここで適当に思いついたこと言ってるだけなので、まあ、には受けないでください。大体はインテルとかサムスンとか、日本だと NTT ドコモとかが裏についている実力のある友達が多いです。あと、カーマニアです。なんか、大変 IV ライトとか言ってあって、
車載装置にタイデンを入れるみたいなプロジェクトも進んでます。Firefox、Firefox OS、ムードメーカーですね。なんか第3の OS って言われたときは、安いとか、あと HTML5 とかいうムードを作ってるのはここですね。で、HTC とか KDDI とかと仲良しで、まあ、あの安めの、発展、なんだろう、あの第3が、他のスマートフォンが普及してないところにも普及させるためのデバイスとかも作っているので、比較的安く作っているところがあります。HTML5 が大好きです。セールフィッシュ、ここの選手です。大体、スクリーンショットとかだと藍色なんで藍色って書いてきました。他の第3の OS なんかは、もともと、例えば Tizen だったら、サムスンがついてたり、Firefox OS だったら Firefox を作っているモジュラがついてたりっていうのがあるんですけども、セールフィッシュだけは、Nokia のデベロッパーたちが第3の OS を作るため、第3の OS とスマートフォンを作るためだけに、Jora という、会社を立ち上げて、これに注力しているという。本当にぼっちで頑張ってるところです。で、フィンランド出身のダークホースで、Nokia N9 という生き別れの兄がいます。テーブンズルは、まあ、このプレゼンの主人公ですね。なんか、コーポレートカラーが紫なんで紫にします。コミュニティカラー、コーポレートカラーはこの色で、コミュニティカラーがこんな感じで使い分けてはいるんです。で、まあ、新居を購入するためにクラウドファンディングで貯金中です。今はネクサスさん家に居候のみです。で、ウブンツダッチを解剖するという話を先にしてしまいます。なんか、ウブンツダッチ秘密大図解とかって勝手にタイトルがついちゃったんで、なんか、昔のテレビマガジン的な説明しないとダメかなと思って、タブレット会議でわざわざ単語を作って、タブって入力して変換したら、この字になったんで、あ、じゃあ、あとレッドはこんな感じでいいかなと思って、タブレット会議になりました。日時が表示され、これが起動時の画面です。ウェルカムスクリーンと呼ばれてて、着信数とか、あと撮影した画面とかがここら辺に表示されます。で、あとジェスチャーで操作するので、ハードウェアキーとかありません。ホームボタンとかもない状態で作ってます。で、まず、ここで人はつまずきます。何操作していいかわかんない。大抵の人は、これ見たら、ここをくる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 しだします。だから、ここは何も反応ありません。ないんですか。で、ここでスワイプします。スワイプすると出てくるのがホーム画面です。で、ホーム画面で、ホーム画面にはいろんなレンズがあるんですけども、その中でアプリを起動するためのアプリレンズっていうのがあります。で、それがこのアプリレンズですね。単純にアイコンクリックして起動する。で、あと左上のサーチっていうのをクリックすると、サーチウィンドウが出るので、それで検索できる。で、実行中のアプリはこんな風にサムネイルが表示されます。ブラウザだとブラウザの画面、これは電卓ですね。電卓の計算中の画面とかが表示されます。これが押しすると、アプリを終了できます。で、ロンジャーは、Ubuntu のユニティを使われている方々とはおなじみですけど、それと同じものです。左からスワイプすることで、ロンジャーが表示されます。で、上下にスクロールできます。で、これをクリックするとアプリが起動する。これの利点は何かというと、ブラウザを起動しているときに、じゃあ Gmail を起動したいってときは、ホーム画面に戻る必要がないというやつですね。Android でも、サークルランチャーとかそういうサークルランチャー違う、オギランチャーとかそういうので実現していると思いますけども、それと同じような機能だと思っています。で、ツールバーは今度は下からスワイプです。こういうふうに上スワイプ、上からスワイプとか下からスワイプとか左からスワイプとかいろいろありますけども、それで操作を覚えてもらう必要があります。で、これで出てくるツールバーっていうのが普通のデスクトップインターフェースというメニューバーに近い構造になっています。で、これだと、これ天気アプリですけども、設定とか、あと更新とかいうボタンがありますし、あと、これはブラウザですけども、URL の入力画面とか、あと更新ボタン、停止ボタンですね、あとタブのアクティビティの表示とかっていうのがありますね。で、次、HUD。ツールバーが簡易メニューですけども、本格的なメニューは、この HUD で検索します。これもデスクトップと一緒で、アルトボタンを押して、検索して、メニュー編集とかコピーとかペーストとか検索するのと一緒です。だから、左下からスワイプしたときに、こういうアイコンが表示されますので、それを指を合わせるとこれが表示される。すごい難易度の高い操作になります。指をクリックするとかじゃないです。指を合わせる。そうです。真ん中あたりに何か表示されるので、それに指を持ってくるという操作になります。普通は気づかないです。で、単純に単語で検索してもらったり、マイク
で、音声入力することでメニューが表示されます。あとは、インジケーター。これは今度は上からのスワイプダウンで、単純にスワイプダウンしただけだとメッセージが表示されます。で、途中でスワイプの方を止めた状態で左右に振るとここにあるアイコンの順番に合わせてサウンド、バッテリーみたいな感じで表示します。昔はこのツールバーをクリックしただけでこのアイコン、上に表示されているどれ表示しますかみたいな画面が表示されたんですけど、今は表示されないのは不具合なのかそういうデザインになったのかがちょっと分かんないですね。もう一つサイドステージっていうのがあります。これは、画面の大きなタブレット、10インチサイズ以上のタブレットで表示するタイプのものなんですけども、画面があってそれに対して2つのアプリを表示できる。メインの方がこっちで、それとは別にサイドで表示するアプリを表示する。でこれを入れ替えることも可能です。で、例えば電卓アプリなんかはサイドステージのサイドしか表示されないという設定もできます。これはちょっとデモができないんですけど、そういう機能があって本当にマルチタスクなことができるようになっています。この辺が来るとスマートフォンとタブレットのコンバージェンス融合という概念で考えると、スマートフォンとタブレットっていうのは今使っている Ubuntu Touch に関してはカーネルのレイヤー以外全て同じ。これはデバイスごとにカーネルが違うという意味だけで、カーネルのレイヤー以外全て同じコードとパッケージで使われているので、同じものをインストールする先によってタブレットタイプになったり、スマートフォンタイプになったりという表示が効いた。つまり使っているものは全く同じです。で、あらかじめ設定されたデバイスデータ、画面サイズとかあと DPI とかをもとに、あ、これはタブレットだなって判断してタブレットの UI を表示する。これはスマートフォンだなってことでスマートフォンの縦置きの UI を表示するとかいうのを切り替えています。で、サイドステージがありましたけども、あれも有効無効も多分そこを見ているはずなので、 NEXUS 7なんかはまだタブレットタイプからサイドステージが使えないんですけども、その辺設定があると使えるようになるかもしれません。もう一つタブレットとスマートフォンで同じ OS が使える。じゃあ PC との融合はどうなるのかというところになるんですけども、現在のところプランとして Ubuntu Touch デバイスにディスプレイを接続したら普通の Ubuntu の UI を表示するみたいなことを考えています。さっき少し前に説明した Ubuntu Android っていうのがあって、 Android のスマートフォンをディスプレイに挿すと Ubuntu が起動するのの Ubuntu Touch 版だと思っています。それはまだプランにあるだけで実際に動くものはない状態ですね。Ubuntu も Android の方は実際に動くものが存在します。で、外付けキーボードやマウスを用意することで、タブレットそのものを入力、もしくはタブレットそのものをキーボードとして扱うみたいな形をすることで、カジュアルな用途、ブラウザーとメーラーがあればいいやとか、そういうタイプの用途に関しては PC 自体が不要になるんじゃないかという野望もあります。で、Ubuntu Touch自体の中身をちょっとだけ説明しますね。大丈夫です。まずこの辺がカーネル部分です。これモバイルワールドコングレスのデモ時だからほとんどアプリが動かなかった状態なんですけども、ここのカーネル部分は、Android のオープンソースというか改造版のシアノデモードというプロジェクトが作っているカーネルとドライバー、カーネルとドライバーはほとんど Android オープンソースプロジェクトのそのまま流用ですけども、あと LibC、バイオニックリブ C と、あとサーフェイスクリーンジャーっていうディスプレイマネージャーをそのまま流用してます。だから下回りはほとんど Android のままでした。で、その上でチェンジルートで Ubuntu 環境に移行して、そこで Libhybrid っていうのは、GLibC のと、バイオニックリブ C の、橋渡しをするような存在です。あと Ubuntu 独自のプラットフォーム API っていうのを用意することで、その上で Qt を動かして、で、Qt で作られたアプリケーションとか、QML コンデバシェルっていうのはさっき言った変なスワイプすることで動くようなすごい難易度の高いデスクトップシェルのことを指しますけども、それを動かしています。これが、2月の時点での状況です。で、もともとこちらの目論見としては Android の上で Ubuntu を動かすんじゃなくて Ubuntu の上で Android を動かしたいっていうのがあるので、この辺をちょっと修正したのが、今の状態です。
カーネルとドライバーはやっぱりそのまま使ってます。それとは別にカーネルが起動した後に LXC で Android 部分を起動するということにします。で、サーフェイスウィンドウは別途起動したままカーネルから直接他の Windows 関係の OS を使えるようにします。で、さっき QML 本シェルフが言ってた部分は Unity8 という正式名称で Unity の好きなバージョンというのが使えるようになります。で、これで、Android 部分がもうほとんどここだけに統合されたんですけども、さらにこれから進めてサーフェイスウィンドウをなくしたいというので、将来的にはこうなる予定です。まずカーネル部分は一緒で、ディスプレイサーバーとして今ブンツが X ウィンドウシステムに代わるものとして開発中の MIL を使う予定です。で、MIL と Q との間の橋渡しとして QMA と Q と MIL っていうのを用意して、その上で Unity とかアプリケーションを動かしたい。で、LXC は残したままで、LXC の上で例えばデスクトップブンツとか、あとブンツ4 Android とかが動かせるようにしたいっていうのが多分目論見として入ってるんだと思います。今、中身はこんな感じになってます。で、ウブンツタッチ自体が、どんな風にできているのかというと、ウブンツタッチのものは中身ウブンツそのものです。ウブンツそのものなので、アプトゲットコマンドでアプリケーションをインストールすることは普通の Ubuntu と変わりありません。で、リポジトリも Ubuntu と同じものを使っているので、セキュリティアップデートとかサポート期間は普通の Ubuntu と同じです。ただし、ディスクアップグレードとかでカーネルのバージョンが変わることがあると思うんですけども、カーネルの差し替えみたいなのは対応してないので、Ubuntu Touch をカーネルそのものを差し替えるときはイメージの更新とかいう作業を行う必要があります。で、それとは別に普通のスマートフォンとかアップグレードするときっていうのはイメージをダウンロードしてそのまま差し替えるという形をとってると思うんですけども、それと同じような仕組みも必要だろうということで、今イメージベースアップグレードというものを開発中です。で、他のモバイル OS と同じように読み込み専用のルートインフェンスを1個用意して、それを書き換える。だからユーザーはそのルートインフェンスは差し替えられない。おう、ごめんなさい、変えられないという形になっています。で、ルートパーティションが読み込み専用になるので、アップゲットが使えないんですけども、ここはオーバーレイアイエスとか使って、そこだけ差し替えられるような仕組みを何とかできないかなという話になっています。で、アプリのインストール方法として、今だとアップゲットでアプリをインストールするんですけども、それだとルートAS が読み込み専用だと困るので、それとは別に、Android のパッケージとかと一緒で、クイックパッケージという、ただパッケージ単位でインストールできるような仕組みも用意しています。今作っている段階ですね。で、アップデート版とイメージベースアップデート版はこれに対応しないと排他的になってしまうんですけども、この辺は両方とも対応するか、片方だけのものを両方とも2種類提供するという形で、キャリアとかあの辺が選択できるようにするよ。というので、ちょっと休憩入れて大丈夫ですか？じゃんけん大会か。じゃんけん大会をやると言います。どっちがいいですかね？はい、そうですね。Ubuntuのセミナーだと、毎回そのじゃんけん大会でセミナーの合間に、どうせみんな眠くなってきたろうってあるところに、じゃんけんしてもらって、ちょっとリフレッシュしてもらうという。今回は2回ほど用意するんですけど、初めは Ubuntu入門、Ubuntu Linux 入門キットって、いつ発売？ 12.0 みたいな。だから、1年前。12.0 の LTS、ロングタームサポートなんで、それ用 のやつを書いてますんで、5年使えるような入門の書の内容です。すでに持ってる人もいると思いますけども、なんなんで、みんな立ってじゃんけんしましょう。立てますよ。で、じゃんけんするのは、今日普段は、マレーシアのクラガラルンプールで仕事されてるフィノさんが、OSC 京都が悪いんだったら、俺がじゃんけんしないとまずいだろうって、帰国されたのいつですか？昨日の朝帰国されて、そのまま OSC に来られたという、もう方にじゃんけんしてもらいましょうか。じゃあ、前に。はい。最初はグーで勝ち残りでいいですかね。勝ち残りじゃあ負けとアイコは座ってくださいね。いきますよ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、初期の人。はい、いきますよ。はい、
最初はグー、じゃんけんぽい。はい、もう一回チョキの人。お、君だけ？君だけ。それ？おー。エンジニアリストを書かれたのは水野さんなんで、はい、サインが欲しければ水野さんにお願いします。はい、はい、こっちこっち。今ほら、あ、そう。はい。ありましたね。じゃあ話を少し進めていきましょう。まだ時間がないです。頼もしい仲たちという形で、ウブンツタッチ自体は今のように説明したような内容ですけども、それとは別にウブンツタッチを開発するためとか、ウブンツタッチのアプリケーションを開発するためにいろんな、周辺のソフトウェアやアプリケーションを用意しています。まず一番初めに出てくるのが Ubuntu SDK というやつです。まあ、アプリケーションを開発するので SDK をインストールするというのが一般的ですけども、Ubuntu も、Ubuntu Touch 用のアプリケーションとして SDK を提供しています。ただし、これは内容は Qt Creator という Qt 用の SDK に Ubuntu のプラグインを追加しただけのものです。で、Ubuntu Touch 用のプラグイン、拡張を追加したものなんで、例えば、これ Ubuntu Touch が入ってるんですけども、USB ケーブルで挿してここのやつをアップグレードするとか、あとはスクリーンショットを撮るという機能も追加されています。で、あと Ubuntu パッケージ自体の作成機能もついてます。で、オートパイロットを使った UI テストのスイートなんかも入ってます。で、それを加えて Ubuntu Touch の UI のコンポーネントライブラリ一種、さっき言ったように下からのスワイプとか上からのスワイプのための UI ツールとかも、UI ツールキットとかもここで入ってるんで、これで操作の作成ができます。で、Ubuntu Touch 自体は Qt アプリケーションで扱います。これが Qt という、C++ で記述するフレームワークを使っています。トロールテックとかノキアとかいろんな単語が思い浮かびますが、今は Digia というところが商用サポートを行っていて、Qt プロジェクトというコミュニティが開発しているという位置づけなんですね。もうちょっと前に、もうちょっと左に。これでいいですか。最後には耐久時間があるそうですので、気をつけてください。で、日本にも開発コミュニティがあります。で、URL を下に貼ってますので、また、キュートそのものに興味ある人はそちらも見てください。実際 X ウィンドウシステムとか Windows とか MacOS 10とか組み込みのシステムでもよく使われるのが Qt ライブラリーで、最近は Android とか iOS もサポートするようになりました。で、次 QML、Qt 自体はシンプラブラで書かなきゃいけないんですけども、それだと UI 作成とかとても面倒くさい、そういう人のために JavaScript ベースの UI フレームワークっていうのを作りました。ここにちょっとコード書いてありますけども、これだけでダイアログとかが表示できるようになっています。で、QML 自体を C++ で拡張することもできます。例えば JavaScript なんで、ストレージの、ファイルの IO とかはできないんですけども、そこをできるように C++ で拡張するとかいうことが可能です。で、中身はほぼ JavaScript なんで、JavaScript エンジンとして V8 エンジンを使ってますが、今後は QML 用に独自のエンジンにする予定です。で、8月の2日に Qt Quick で始めるクロスプラットフォーム UI プログラミングって、日本でもしかしたら唯一の QML の関係に関する本が発売されたばっかりなので、ぜひそちらも参考にしてください。Qt アンバサダーの人が書かれている、しっかりした本です。で、HTML5 アプリも作れるようになってます。単純にインブラウザを使って HTML を表示するというタイプのアプリと、あとは、ホルドバック、昔コンギャップ、今も商標としてはコンギャップを使っているかもしれませんが、それを使ったマルチプラットフォーム対応な iOS とか Android に対応した HTML5 のアプリを作るということも可能です。これも、さっきの Ubuntu SDK にはテンプレートが入っているので、簡単なアプリだったらもうクリック2つぐらいでできるようになります。で、コアアプス、OS だけ作るんじゃダメで、そこで動くアプリっていうのが必要です。そのうち、スマートフォンには絶対入っとかなきゃいけないよなってアプリは、カノニカルは、
集中的にリソースを投入して作るようにしています。ここに書いてあるようにメーラーとかカレンダーとかファイルマネージャー、電卓みたいな定番のアプリにもそうですし、ミュージックプレイヤーとか、あと RSS リーダー、天気などの便利ツールと、あとターミナルもデフォルトで入るようになってますね。なんで、ターミナル起動して自分で好きなものをインストールして使うということも可能です。あと、この辺のコアワークスに関しては、自動 UI テストとか、あと各種テストのジェンキンスでの実施とかもやってるんで、品質を維持するように頑張ってますけども、あれ？あ、でも、昨日、一昨日あたりにようやくコアワークスの全部のアプリのテストがパスするようになったっていう状態です。まだまだ満足ですね。で、タッチアプリ自体はキュートのアプリなので、そのままデスクトップの PC 上で動かすことができます。これ、さっき、分布タッチ上で動かしたブラウザのコードをそのまま、デスクトップで動かした状態ですね。で、ブラウザをそのまま使います。ですので、分布タッチのテストにエミュレーターというものは不要です。そのまま動かしてもらって構いません。ただし、デバイスのエミュレーションとかするためにエミュレーターを使うことはあります。で、ホーム画面もただのキュート QM アプリなのでデスクトップで実行可能で、今作っているタッチのアプリなんかは、Ubuntu タッチでも Ubuntu デスクトップでも標準アプリとして提供する。特に Weaver というソーシャルネットワークサービスのアプリなんかはそういう予定になります。今なんフレームズアップアプリとかそんな名前になっていると思いますけどね。そういう予定です。で、GUI じゃないアプリもタッチで動かせます。ということで、ターミナルがさっき言ったように、ターミナルがあるんで、アップデートでインストールするだけだから、30オフの機能が走り、Emacs の場合、始め見るな、みたいなものも動きます。タッチ上での、だからコーディングとか、実行も可能です。Emacs が動くって言いましたけど、これ、スクリーンショットのビームです。クイックパッケージ、ちょっと前に言いましたけども、要するに、アップデートで、リパッケージだと、Ubuntu タッチのアプリとして、インストールしづらいっていうものがいくつかあるんで、それ用に別途パッケージングシステムを追加しています。ファイルフォーマット自体は、デブパッケージと同じなんですけども、マニフェストファイルに、例えばネットワークのパーミッションとか、電話帳のパーミッションとかを設定することで、アクセス管理をできるようにしています。これも、ソフトウェアセンターという分野には、アプリケーションの配信ソフトウェア、配信プラットフォームがあるんですけど、そこにアプリを登録して、配信するという仕組みになる予定です。今でも例えば適当にアプリ作ってそれを登録することは可能です。ただレビューがカノニカルによるレビューが走るはずなので、すぐには公開されないと思います。現在このパッケージは Ubuntu SDK から作ることができるんですけども、QML だけのアプリケーションしか対応しません。シンクラブラとかのプラグインでパッとしたアプリケーションは今ここでは提供できないですし、依存関係の解決とかは自前でしなきゃいけないので、まだ使い物にはなりません。で、ハイエンドスマートフォン、Ubuntu Edge。先月末、先週か先々週ぐらいに Ubuntu Edge というのがニュースになって、ご存知の方もいると思うんですけども、モテないし、クラウドファンディングでもするかってことで、ハードウェアベンダーを探してるんですけども、作りたいスマートフォンが結構ハイエンドなものになってます、分数は。そこで、じゃあ、みんなからお金を、高めのお金を集めて、それで人が集まる、十分にコストダウンできるぐらい人が集まるんだったら、それで作ろうかということで始めました。目標額が3200万ドルです。日本円にすると32億円です。過去のクラウドファンディングの最高額はキックスターターでやったホグルの1000万ドル、10億円です。その3倍。で、時点でオーヤってゲーム端末、最近発売されたオーヤが860万ドルですので、それよりも上です。で、現在750万ドルは昨日、一昨日の価格なので、もしかしたらもうそろそろ800万ドル近くになってますけども、一応集まってます。で、単価が高い、800ドルで単価が高いのと、あとコストダウンのために4万台ぐらい必要という前提で3200万ドルというのが設定されていますね。で、資金が目標額まで集まらなかったら、これは返金してベンダーを探すみたいな形になると思います。
で、これがウブンチェンジだということで、ちょっと説明しますと、まずウブンチプレイ、コアが4つか8つになる予定です。これはあの技術の進歩によって変える予定です。少なくともクアッドコアにはすると思います。ウブンエッジガラス、エッジガラスはサファイアガラスを使うって言ってます。なんで落としても大丈夫です。大丈夫なの？大丈夫だと思います。エッジスロー、ストレージなんかは、4GB になると 128GB のストレージを用意する予定です。つまり、エッジブレインの方は 64bit になるんじゃないかなという話になっています。少なくともコーテックス A15 以降でないとまともに認識してもらえない。 HI、カメラは、前後に800万画素と200万画素のカメラをついているというのが特徴しています。あとエッジロゴ、ウムチエッジってこんなロゴが出ています。まあ、エッジが積んで、このなんかテレビの感じが出るだから積んでるじゃないですか。それ以外の仕様なんかもいくつか公開されてます。あんまりパッとしない感じですけれども、この辺は今後の技術の進歩とかお金の集まり具合によって考えるという形になっています。だから最低でもこれだけ、これ以上になる予定もあると思ってもらった方がいいですね。でも高いでしょ。高いです。定価が830ドルになる。ただ、今のクラウドファンディングで、早めに申し込んだ人は600ドルで提供するって言って、5000台限定で600台ってやったら、12時間で完売しました。で、今ちょっと細かく分けて700ドル、725ドル、775ドルみたいな感じでやってます。775ドルまでは昨日売り切れたって感じですね。で、今少しずつ減ってます。それとは別に2台同時購入で1400ドルとか、あと最初の50台を1つだけ優先的にもらえるプランとして1万ドルで、100台初購入で8万ドルこれはそこにですねというやつがありますね。830ドルプラス送料と税は別です。非常に安い価格になっております。で、問題はキャリアなんですけども、キャリアについては今カノニカルの方でキャリアアドバイザリーグループっていうのを立ち上げました。これで各国のキャリアに入って調整してもらうという形にしてるんですけども、多分 HE もこの辺のキャリアは対応してくるんじゃないかな、少なくとも何らかのアクションを起こしてくれるんじゃないかなと思ってます。今はチャイナユニコムとか、あとベライゾンとか、アメリカだと D モバイルとかベライゾンとかが今入ってます。入ってます。で、まあ、内訳はヨーロッパとかアジアとかに、まあ、ほぼ全ての地域に社会以上は入っているというやつです。日本からも誰か入るように働きかけてもらいますよね。3200万ドル、32億円集まるのという話ですね。これが発表からのグラフです。12時間で3200万ドル集めました。この立ち上がりですね。これはまあすごい勢いでお金が集まった感じがしますけれども、その後600ドルのプランが売り切れてから抵抗になって、その先の立ち上がりはもう少し安いプランを用意したということです。それも大体売り切れた感じなので、だいぶその横ばいになってます。で、この赤い線がコンスタントに集めなきゃいけないわけです。ですので、だいぶ額からは減ってますね。目標値がこの辺なんですけども、まだ半分、3分の1集まったっていうのがやっとのところです。ここから先何らかのアクションを起こさないと達成は難しいだろうなという感じにしてます。なんで皆様の清き830ドル、あ、ごめんなさい、830ドルっていいのプラス送料税別でよろしくお願いします。ご購入はこちらからです。金利手数料とか負担しません電波法により購入してもスマートフォンとしてはご利用いただけないだから文鎮とかそういう文鎮とか自分自体っていうのはオブジェとかっていう風に使ってもらえる発売まで待ってられないよというあなたに、ネクサスシリーズだと文鎮たちがインストールできます。まあ、この辺の手順っていうのは詳しくはウェブで、PDF でダウンロードしたらここをクリックして必要なサイトに行けますんで、そこからインストールしてください。まあ、NEXUS 7は、ね、新型出たおかげで旧型が安くなってますし、ご家庭にも旧型たくさん余ってると思いますので試しにやってみてもらえれば。
今後のスケジュールの前に一回だけじゃんけんしましょうか。分かってると思ってます。ウブンツサーバー実践バイブルって本をが、いつ発売ですか。今年の3月。ウブンツ紹介してください。どういう人向けの本ですか。なんだろう。ですね、皆様のですね下にですね多分みんなリラックスそれなりに触ってると思うんですよ。会社とかでですねリラックスに触ったことがないんですっていう人が来た時にこの本を与えてデータセンターに1週間監禁すると、まあ、無事に帰ってきた時にはちゃんと使えるようになってるんじゃないかなっていう。ウブンツサーバーの使い方という使い方便利な使い方というよりはサーバー管理のための基礎の。サーバー管理のための基礎と、ウブンツが独自に持っている謎の機能についての説明が入っています。謎の便利機能です。便利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 です。そういう本ですね。だからウェブサーバーを立ち上げようとかそういう話じゃなくて、それからというと管理をするためにどういうことを心得とかやり方とかいうのを説明した本ですね。というのを、ここにいる吉田さんが書かれましたんで、それではじゃんけんで勝った人がっていう。そうです。です。勝った人がってことなので、はい、みんな皆様ご検索ください。あ、いらない人は座ってもいい。勝った人だけで、最初はグー、じゃんけんポン。負けた。ファンの人だけ。やばい、なんか。やばい。じゃんけんポン。グーの人だけ。これは直接対決してもらっていいっすか。もう一回やる。もう一回。もう一回やる。分かった。じゃんけんポン。パーの方。おお。ありがとうございます。サインもらえますんで。今サインしてから私サインない方がいいですか。プレミアはあんまつかないかもしれない。文豪とかじゃないとサインにプレミアはつかないので。はい、おめでとうございます。時間があんまりないですね。あと5分ですか。今後のスケジュール、次のリリースが2013年の10月に送信サラマンダっていう、送信はどういう意味ですか。セクシーなサラマンダ。まあ、セクシーなサラマンダーこれがサラマンダーです。京都水族館は、オオサンショウウオをフィーチャーしてます。そのオオサンショウウオのぬいぐるみです。で、サラマンダーっていうのは日本だとジャパニーズジャイアントサラマンダーがオオサンショウウオらしいですね。で、海外だとどちらかというとイモリかヤモリかタモリかは分かんないんですけど、そういうサラマンダーという扱いになってるんで、どちらかというとイモリの写真が使われるんですけど、日本だとこういうサラマンダーの方が一般的なんだ。ウブンツジャパニーズのブースにも第 LLLMS までのサラマンダーのぬいぐるみがなぜか揃ってますので、興味ある人は見ててください。ちなみに S は押すと泣きます。今後のスケジュール、送信サラマンダーでは、コアアプリケーションの拡充っていうのをまずやって、あとミールの実装もここでやってしまうつもりです。で、あとプリントパッケージでイメージベースアップグレードとかの実装でやるんで、かなり野心的にウブンツタッチに対しては解説を加えていきますので、まずまともに動かないです。で、サポートデバイスの強化っていうのは、今ネクサスシリーズだけですけども、他にも何かサポートするものを増やそうかという話もちょっとあります。あと品質管理の強化ですね。この辺は実際やっていかなきゃいけない。で、メインのリリース、目標としているリリースは 14.04、2014年の4月、来年の1年未満の後に出てるやつで、本格的にウブンツタッチを公開する予定ですけども、そこまでにやりたいものとしてアプリストアの準備、まあモバイル OS とかアプリストアが重要だって言われてるんで、それの準備をまず始めます。あとデスクトップとの融合もやっていきますし、Ubuntu Edge が成功すれば Ubuntu Edge を作ります。成功しなければ何かどっか作ってくれるところを探して Ubuntu Edge のクラウドファインディングに本だけ集まったんだから作ってくださいよみたいな見込みをしてハードウェアを作成すると思います。ドクーキング、品質というのを重要視しましたけども、向上するためには実際に使ってみるのが一番です。で、カノニカルの開発者とか QA グループとかが率先して、もう今、日々の作業で Ubuntu タッチを使うようにしてます。Nexus 4とか、あと Galaxy Nexus とかにインストールして、電話とかも使ったりしてますね。続いて、
がどんどんチケット登録してっていうふうにしてるんで、ウーバーツタッチのアフトトラッキングシステムが今ひどいことになってます。ジョノベーコン、ウーツのコミュニティマネージャーという扱いで、技術的にも優れた人です。日本だとアート・オブ・コミュニティって本を書いた人で有名だと思うんですね。実際にその人のチケット登録の内容を見てみましょう。まず検索ボックスにフォーカスするとキーボードが消えるよ。これに対してカノニカルの、まあ、部下が回答するんですね。ボス、それは昨日別のチケットに報告済みです。リプリケートって言われて終わりました。次、ビデオレンズにカバーワードが表示されなくなったってジョーノが報告します。ボス、それは午前中に別のチケットで報告して修正も終わってますって言ってます。次、メッセージを送った後キーボードが自動的に表示されならないし自動でも出てない、これはリグレーションだって言った時の回答がボス、自動的に表示されないのは元からそういう動作です。リグレーションでも何でもありません。で、手動でも消せない件はそもそも再現できませんでした。再現できませんでした。で、これもインバリッド扱いですね。つまりジョン・ベーコンぐらいの優秀な技術者でも、まあ、こんなことがあるんで重複しているかどうかあんまり必要以上に気にせず、ちょっと検索するぐらいはしてもらっていいんですけども、そんなことはあまり気にせずどんどん不具合報告するといいよという、このウブンツタッチは関係ない教訓が得られました。マーク・シャトルワース、カノニカルのファウンダーで、まあ、ウブンツのリーダー的存在ですね。これどっかのところで撮影した、この後マクチャトルワースだけど何か質問あるみたいなラビットのイベントをやったんですけども、これラビットのアイコンですね。それの告知みたいな感じで写真撮ってみました。まあこの写真のプロパティを見てみましょう。まあ、これラビットは、まあ、よりこの見せずいろんな OS のことを知っておきましょう。まあマークシャトルワースに関してはいろんな OS を知ってそれをウブンツに取り込むという仕事的な位置づけもあるんで、まあ、実際この人は Mac とかも iOS とかいろいろ使うようになっています。ポーティング、今 Nexus シリーズだけでも他のデバイスでも使いたいというのがあると思うんで、ポーティングガイドというのが公開されています。これに従ってポーティングを行えば手元の、多分シアノゲームモードが動くデバイスであれば結構比較的簡単にウブンツタッチを動かせるようになるらしいです。自分はやったことないんでことは分かんないですけど、というので興味ある人はやってみると、URL も貼ってるんでやってみるといいと思います。日本語環境、日本語フォントをインストールすれば日本語のページを表示することは可能です。ただし、日本語能力を行う術は今のところないです。で、だから日本人にとっては使いづらいと思います。という話を昨日書いたんですけれども、今日水野さんに Emacs インストールすればいいじゃんと言われて、ブートサーチに Emacs 入れて、あと何ですか、 DDSKT をインストールして実際に日本語入力してもらいました。ただし、ターミナルアプリは Ctrl-J を入力できません。つまり日本語入力をオンにできません。まとめ、最後ですね。まあ下準備という状態なので実用性はかなり低いですし、日本語ユーザーにとってはほとんど使い物にならないと思ってもらっていいと思います。なのでどんどん参加してくれると嬉しいですね。で、 13.10 か 14.04 までこんな状態が続く予定です。で、あとさっき最初の方に言いましたけど、 PC との強力なコンバージェンスは従来型の PC を駆逐するカブラヤになるかもしれない。言い換えると、開発や立ち上げに関わりたいなら本当に今がチャンスです。今だともう本当にいろんなことが毎日変わっているので楽しいですね。あと、ウブンツ X が成功するかどうかは皆様のお財布にかかってます。買うだけだったらタダです。あ、違う。買うだけだったら大丈夫なんです。電源を入れなければ。まず、電波音質を準備していただくか、もしくは日本国籍を失って海外の国籍をゲットしていただいて、日本在留者になっていただくと電波法違反じゃならなくなるので。海外の人が海外の端末を持って帰って、持って日本で使うには、なんか例外情報みたいなのが用意されてるらしいんで、だから、要するに海外の国籍を、あとは国籍を他の国に移すために市民権をゲットしていくっていうのが今おすすめのそういうことですね。という話ですね。ということで、すいません、時間いっぱいになっちゃいましたけども、なんか軽く質問があれば受け付けます。ないですか？はい、はい、はい、いいな。さっきからさ、そのウブンツタッチで操作するんですけど、そうです。どうやってるこれは、リムレオスに
インプレスリモートっていう機能があるとあるんですけども、それにインスパイアされて、あのキュートアプリとして、要するに Ubuntu Touch アプリとして作ってみましたってやつですね。だからこれ Ubuntu Touch が入ってる状態で、あのこんな感じでスワイプでページ送りができますし、でダブルタップしたらなんか、描画モードになるんで、これで壊されて終わるというようなものを作ったんですけども、まだまだ完成度低くて、さっきみたいにあのデスクトップ側がなぜかだんだん暗くなっていったりデスクトップ側のキーボード回せるようになったのか、前はフルスクリーンにしてたらあの安定しないはずだったんですけども、今なんか安定するようになったんです。みたいな感じですね。あの、なんていうんだろう。こっちに PDF ファイルがあって、起動することで同期してそれを表示するみたいな感じです。だからディスプレイの画面をそのまま転送してるんじゃなくて、PDF ファイル自体を同期して同じものを表示するみたいな感じです。はい、壊してるんですか？Q リモートってプロジェクト名で検索すると多分出てくると思う。QLIMOT、Q と Like リモート。インプレスリモート略したリモートですよ。あっていう感じで作ってますけども、これもだって、ソースコードとしては200行いかないぐらいで作れる、そんな感じです。ですんで、あの簡単に夏休みの宿題とか QML アプリを作るのもおすすめですというわけで、時間が時間なので以上です。もし何か質問があれば、まだブースはやってますよね。ブースはまだやってますよね。でお聞きしますんで、何でもお話しください。ありがとうございました。